ってる。パカパカ。久しぶりだから晒す勇気がないよ。すっぴんです。なんですっぴんかって？最近のメイク動画を撮ってみようっていう感じだよ。イエーイ。なんかこのおチャンネルさ、やっぱ視聴者の方が男性が多いらしいんですよ。どうやら。ね、ありがとうございます。ちょっと私的にはやっぱり美容とかにもすごく興味がありますので、メイク動画をやりたいんですけれども、果たして再生してもらえるのかっていう実験も込めて、メイク動画やりたいと思います。イエーイ。ちゃんと今からメイクしますんで、よろしくお願いいたします。でも普段のメイクだから、めちゃめちゃ早いんですよ、私メイクするの。そのやつでいいのかな？で、ね、すっぴんで言うのもなんだけどさ、このスカート超可愛くない？昨日ザラで買ったんですけど、めっちゃ可愛いこれ。すごいこれ春のワンピース、めっちゃ可愛いなと思って。ピンクちゃんどう？ピンクちゃん。はい、じゃあメイクしていきたいと思います。あ、ちょっとそこのさ、ニベア取ってもらっていいですか？ごめんなさい。入院中にすごい乾燥するってなって、ニベアを買うようになったら、あ、保湿されるやんってなって、どこでも手に入るあのニベアです。でもちゃんとね、なんかいっぱい最近スキンケアするときも、いろいろデパコスのちょっとお高い美容液とかをいくつか塗った上に、最後にこれで蓋をすると、パックみたいになる感じがして、朝保湿されてるんですよ。だから肌の水分量が上がったのは確か。偉いよ、結局ニベア。はい。動画の途中ですが、ここでお知らせです。いよいよ5月5日、こどもの日、なんと、チョコタンフェスが日比谷野音で開催されます。すごいです。日比谷野音100周年記念、豪華出演者の皆さん、なんと、江頭2時50分さん。よろしく。そして、相川七瀬さん、平野綾さん、リトルグリーンモンスターなどなど、皆さんとこの日だけしか見られないスペシャルコラボもあるかも。伝説の瞬間をぜひ皆さん、生で確かめてください。チケットは概要欄から買うことができますので、好評発売中です。皆さん、ぜひ5月5日、野音で待ってるよー！待ってるよー！で、下地なんですけど、最近、楽ちんな感じで使う下地がこれです。テニスフリーのノーセバムサンクッション。SPF50 プラスの PA4 プラス。これね、すごいんですよ。クッションなんだけど、日焼け止めになってて、で、下地にもなってる。すごい楽ちんなんです。私いつもこれが一番好きで、よく何度もこの YouTube 出てきてるんですけど、ブリリアージュのメイクアップベース。この下地が、結局お肌が一番綺麗に見えるの。これは本当にそう。だけど、これの楽ちんさがやばい。これクッションになってて。下地で日焼け止め？それがもうクッションで合ってくれるから、こう、ポンポンとするじゃないですか。若干白くなるのかな？これ。うん、若干白くなる。うん。ほら、なんか、もうこれで終わるんですよ。ポンポンポンで終わるから、手が汚れない&楽。とにかく楽。なんか3工程ぐらいがこれで1回で済むみたいなのがあって、ちょっとツヤが出て明るくなるのかな。めちゃめちゃいいですね。クッションファンデ、いつもこのミニサイズめっちゃちっちゃいじゃん。このティルティルの入れてるんですけど、最近はケースが可愛いからこっちにしてます。クリスチャン・ディオールの、フォーエバーパーフェクトクッション。これも日焼け止め効果入ってますね。可愛くない？このディオール様のこの柄が大好きで、なんかね、日によります。ニキビとかできてないみたいな日は、もうこれにパウダーだけみたいな。もうめんどくさいんですよ、とにかく。これ開けるとこんな感じでディオールって書いてあって。これもクッションなんで。クッションでクッションだよ。もう楽の楽だよ。リキッドファンデとかに戻れん。めんどくさすぎて。一生めんどくさいって言ってない？めんどくさくないのみんな。ね。生きてて。めんどくさくない？ほんとめんどくさいよね。うん、ポンポンポンみたいな感じで。これ結構カバー力もありので、あんまり今日肌のコンディション良くないですね。ポケモンやりながら寝落ちしちゃったんだよね、久しぶりに。まあ赤みが気になるところに中心的にポンポンって。でもなんかさ、下地の効果のあれだと思うんですけど、ツヤがすごいんですよね。今までって、一昨年ぐらいまでは、もうマット正解みたいな。薄くこの下地塗ってから、パウダーファンデにさらにパウダー重ねる、パウダー重ねるみたいな。もうマット万歳、テカりたくないみたいな感じだったんですけれども、テカりじゃなくってツヤと捉えるとその方が若見えする説みたいな感じがあるから、ツヤ残しっていうことを意識するようになりましたかね。こちら、ミラノコレクションフェイスアップパウダー。かわいいかわいい。もう、結局ファンではミラノコレクションしか勝たん。マジでそう思う。本当にこれ、いいよ。これ塗ればなんとかなるよ、とりあえず。はい。かわいい。もうほんとかわいい。二人の天使が奥にいて、テクマクマヤコン。これ今年のやつはピンクなんですよ。で、これはもう仕上げに絶対これを塗る。これを塗るだけで肌整うって感じ。で、ツヤは失わないままサラサラにしてくれて、肌のあらみたいなものは大体これが隠してくれて、なるんですよ。おう。で厚塗りにはならないっていう感じがあるので、おいお化粧したって感じ。もうこれで出かけちゃうのはちょっと眉毛がないからやめておこう。違う？全然違うね。さすがにすっぴんで外は出れないので、ポーチに入れるっていうよりカバンにそのまま突っ込んでますね、この3つは。こんだけめんどくさいがりじゃん、私。めんどくさくないの、この3人。超おすすめです、本当に。めちゃめちゃおすすめ、本当に。はい。じゃあ今日は眉毛描くか。眉毛は描くけど。これはルナソルのスタイリングアイゾーンコンパクト。で、なんかね、5色ぐらい入ってくれてるんですよね。5色。なんで私は右から2番目の色を主に使うかな。ハイライトも入ってるのかな。これ1個で結構完成するみたいな感じですね。あ、おでこファンデーション塗り忘れた。まあいいや、めんどくさいから。あー、眉毛描くのめんどくさい。もう、なんか最近男の人たちが眉毛タトゥーやるよね。あ、で、このチョコレートのアイシャドウあるんですけど、最近アイシャドウっていうよりも、この左上の、わあ、お腹すいた。かぐったチョコレートの香りがする。これもうロングランでずっと使ってるんですけど、これの左上でめんどくさいから眉毛描いちゃうことが多いです。これは、今アイシャドウ違うの使ってるんですけど、なんか、とりあえずなんとかなるからこれは絶対入れてます。これとこれがあれば顔ができるんで、絶対にこれはカバンに入っとけば、保険とか免許証みたいな感じ。これはあった方がいいなと思います。はい。で、眉マスカラしますか？めんどくせえ。もう本当にやばい！心の口癖一番言ってるのめんどくさいです。その次はまあいっかです。はい。眉マスカラします。今髪の毛が明るめなんで、やっぱこれ。ブランドの名前言うのもめんどくさくなった。ヘビーローテーションの眉マスカラです。はい。髪の毛に近づくので、これをちょっと怠ると眉毛だけクラッとなるから顔がちょっと古くなるので、やっぱ一応これをやった方がいいと思うんですよね。めんどくさいけど。で、はぁ、ね、最近さ、ポーチを持ち歩くのがめんどくさすぎて、このパーツを直にカバンに突っ込んでるっていうのがやばい状態なんです。こんなのさ、ポーチに入れなさいよ、入れなさいよねえ、もうめんどくさいんだ。はい、これをそのままこうやって顔に塗ってパウダーだけみたいな日もあります。今日の朝とかそうだった。ラロッシュポゼ、なんかサエコさんとか、なんかいい女シリーズの皆さんは使ってたイメージ、使ってるイメージ。いい女じゃない、いい女だから使うんですよ。ただ手にいちいち取らずに顔にそのまま塗る。何しようとしてたんだっけ。アイシャドウです。アイシャドウ塗ろうか。これいい女っぽくない？スナイデル、スナイデルです。全部反射しますね、部屋の中が。はい。これ、見て。これ、ZOZO タウンで買ったんですよ、なんと。ある時期から、コスメが ZOZO タウンで買えるようになって。見て、なんかあんまりこういう中間色みたいなパレットって使ったことなかったんです。しかもなんか、デパートのコスメと違って、試せないじゃん。ネットでの感じ。怖いけど、かっこいいから買ってみたんですよ。なんか、いい女使ってそうな色が揃ってるから。そしたら、大当たりで、なんと、これ、締め色がない感じに見えるじゃん。でも、締まるんですよ、ちゃんと。じゃあ今日はどれ使おうかな。じゃあピンクメイクにしようかな。ピンク。このピンク。まあ指でそのままやってますけど。おー。質感すごいマット。おー。マット。こんな感じになって、単色でも結構実は色が乗ってくれるんですよね。わかるかな？で、こっちの下が若干ラメが入ってて、若干濃い色なんですけど、これを単色風に見せかけて二重の際のラインに塗ると、意外とピンクなのにブラウン成分があるのか、ぐっと締まるんですよね。どう？ね、なんか指に取るとピンクブラウンっていう感じになるんですよね。見た目よりももっとですね。際のとこにもちょっと入れてみます。で、これ、益若つばさちゃんのドーリーウィンク。スティックラメシャドウシャンパンゴールドですね。最近のトレンドのメイクってずっと涙袋ってすごい大事ですよね。メイクでも涙袋が作れるらしいみたいなことを書いてあったんで、なんとなく自己流でやってます。これ、目頭のとこにやります。涙袋。なんかすごく品のある感じのラメが大きすぎなくて、で、その後なんですけど、はい、ずっと使ってるシャネルのペンシルアイライナー、茶色ですね。シャネルのペンシルアイライナーの茶色。これはもう何本も使ってきました、歴代。でこれで涙袋を描きます。今ハイライト入れたところのちょっと下。描くって何って思うけど、描くらしいよ、みんな。でもごく薄くですね。あくまでごく薄く。なぞる感じで。はい。わかるかな？こっちだけ涙袋描いたんですよ、今。こっちだけ描いた。わかります？涙袋が出現したこと。こっちだけある。ない。っていうことらしい。なんか目のエリアが広がるイメージなんですかね。まあでも確かに涙袋を描くのやってみると、描かないと物足りないみたいな感じがしてくる気がする。なんで描いてみました。で、あとアイラインを。これはキスミーのヒロインメイクです。これは細く引きます。細く目の幅よりも大きめに引きますね。こんな感じで、ちょっと垂れ目になる感じで。結構はみ出して描きます。この辺まで描きます。描きすぎかな。まあまあいいや。で、昨日買った新兵器があるんですよ。これ、ザラで買いました。ザラチークカラー in3 リフィラブルチークパレット。イタリア製。これ開けるとでもすごくよくって、じゃーん！チークとハイライトとシャドウが一緒になってくれている感じなんで、テスターで見ていいなと思って買いました。まずチークは、これ指でやっていこうかなと思います。あ、高山さん、ヤッホー。菅野さん、ヤッホー。トカゲがいない。あ、いたいたいた。ヤッホー。何これ。指でポンポンポンってやっていきます。わかります？こっちだけチーク入れたんですけど。こっちだけチーク入れた。結構違いますよね。うん、チークは入れた方がいいなって思います。めんどくさい。こっちだけ入れた。うん。おー。ハイライト入れました。鼻のところ。唇の上にもポンポンってちょっとのせると、ぷくってして見えるんだって。ハイライト。顎とか。で、このこっち側の色で、ノーズシャドウをちょっとだけ入れます。なじませます。こんな感じですかね。ノーズシャドウを入れました。で、人中短縮メイク。ここ、実は、ここにシャドウを入れちゃうっていう、こういう。そうすると、狭まって見えるんだって。最近地味にやってます、それを。あとはこれ、クレドポーボーテのレオスールデクラ。これは、14番、上品なベージュ。のハイライトもうちょっと入れます、うん、一体感が出やすいらしい。でリップなんですけど、カイリ・ジュメイリップスティックピンク。これね、楽ちんなんですよ。アマゾンで買ったんですけど、オイルベースになってて乾燥しないんだけどティントなので、こうやって塗るじゃないですか。そうすると塗った場所が体温に反応して色が出るんですね。これ透明なのに塗るとピンクになるっていう不思議なリップで、なんか飲み物とか飲んでも取れないんですね。色移りしない？なんかマスクとかにくっつくのがあんまり好きじゃなくて、だから唇自体が色がついてくれるのがすごいいいなと思って。重ねすぎるとすごい濃くなっちゃうかなって思うんですけど。はい、そんな感じですね。できました。多分。顔変わりました？変わりました？ショコタンだ。ショコタンですか？ショコタンです。できました。こんな感じです。ということで、私のズボラな毎日メイクお届けしてみましたが、いかがでございましょうか。この中で今日のヒットアイテムは、これとこれがおすすめですね。すごい。繋いでる。シャドウ。めっちゃ可愛い。この色はすごい。ずっと使いたいぐらい好き。こんな感じでございますが、いかがだったでしょうか。じゃあ、皆さん、男性の皆さんも見てくれてたら嬉しいんですけど、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。このコスメ同じの使ってるよとか、これもおすすめだよみたいになったら、コメント欄にぜひ書いてください。全部見てます。またねー、またねー。使ってない君がずっと主張してるよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。